しまいました。恩情さばきなしのお知らせです。それとも切腹の上、市中引き回しの沙汰。はい、ほうきとちりとり。あ、ありがとうございます。アニサ、ムカつくわね。血が出てます。あん、十、十、なかなかの意味で。あら、ちょっとドギマギしてたくせに。変態ね。うん。なんだか気持ち悪いですね。ほらほら、あ、目の前が真っ白です。
これ。面白いです。自力な自分を棚にあげて可憐な乙女を思い呼ばわりするとはいい度胸ね。アンデさん、このまま休憩室へ行こう。アニサ、なんですと？そんなようなことあるわけないさ。
しょうか。こいつがいかがわしい薬を嗅がせて私たちを拉致しようとしているからなのよ。まことか？私なんて秘密を知ってしまったがためにこうして連れて行かれるの。ああ、おかわいそうです。ぱっと見健全な好青年。には全然見えないけど、とりあえず腹の中ではとんでもないことを考えてるのよ。本当ですか？このままだと私たちみだらな姿にされてすんごいことをされちゃうんだから。まことか？それからどっかに売り飛ばされちゃうんだから。ひえーん、お助けください。うー、助けてください。助けて。アニサ、体は差し出さないわよ。あ、ファンデスト！違うってばさ。慌ててなんてないさ。うがー。うん、無理。だって実際のところ可愛い私たちにいたずらしたいでしょ。ほら、無言で歩き出すなよ。マジで？ですが、それだと。
では、なるみくんは3人分働いてください。それくらい余裕ですよね。貴重な時間をこんな罰声の小汚いファミレスで無駄にすると、仕
かも目覚め最悪。おはようございます。下心見え見えなんじゃボケ。何故？アンデスト、女と二人きりじゃ何しでかすかわからんからな。マイマイのため仕方ないか。割といったような感じのするところです。ご両親はいませんので心配しません。アホ、おじいちゃんとおばあちゃんが心配していることでしょう。兄さん、前の言語なんぞ分かりたくもないわい。わあ、あれすっごく綺麗ですね。何屋さんでしょうか。どうですか。こいつが彼女と乳くり合ってるところよ。Thank you.
怪しげな妄想に駆られてヘラヘラしないでくれる？知り合いだと思われると迷惑。私は本当のことを言ったまでよ。平気で嘘を言えるようになって人間は終わりよね。下僕の分際で私に逆らうからそうなるのよ。じゃあ、私は行くわ。あっち。死ね。家に決まってんだろうが。ボケ。知らん。アホが感染しないうちに帰ろうっと。兄さん、ですと言われなくても帰るさ。先輩、さよならです。うん、あゆまゆはバイバイね。このうんこ踏め。踏むんですか？町方面に割といった感じのする駅です。さんはどちらにお屋敷を構えていらっしゃるんですか？逆方向ですね。お一人ですか？
は？かっちょええです、うらやましいです。彼女さんと乳繰りですか？吸い込まれたりしないよね。